言いました。はい、よーい、はい、信じて1-1。政府とお話ができてよかったね。おばあは今日も辺野古行ってくるさ。お母さん頑張ってね。おばあは基地建設がやめるまで諦めないよ。このままじゃ信じたちが戦争に行くことになるからね。おばあ頑張ってくるね。信じ聞いてるの？今日前田くんのお母さんから電話があったわよ。前田くんたちも移住を考えてるみたいよ。最近連絡取ってる？ずいぶん学校も休んでるみたいよ。信じ聞いてるの？うるさいよ。沖縄も福島も同じだよ。何やったって無駄だし。信じ、はい、カット。ちょっと監督のセリフとセリフの間に間が空いてるな。